高木さんの当選を祝して、万歳三唱をさせていただきます。よろしゅうございますか。それじゃあ恐れ入ります。私でさせていただきます。高木さん当選おめでとうございます。万歳万歳万歳。よかったよかった。はい、当選もうできてるの、ね、一言。はい、はい、じゃあ、はい、今当選の確定という話はあったんですけども、まだ実際具体的な数字の方が出てないので、まあそれを見てからまたちょっといろいろ細かい分析はしたいと思うんですけども、はい、皆様のお力でなんとか2期目当選することができました。ちょっと一つまだ数字がはっきりしないんであれなんですけども、今お見えになった桐生先生の方から、やはり前回の数字を落とすことはやはり1期目は仕事が認められなかったっていうことだということをですね、私ももうなんとかずっと肝に銘じてやってたんですけども、1期目これはやはり私に対してノーという形だと思うので、実際また2期目しっかりと気を引き締めて取り組んでいきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。皆様のおかげで当選できました。おめでとうございます。皆さん、手伝っていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きます。はい、最高。あ、もう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 、大丈夫。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 はい、すいません。はい、ありがとうございます。